皆さんおはようございます。ミニマリストのたけるです。このチャンネルではミニマリスト歴10年の僕が視聴者の皆様に自由で身軽なライフスタイルをお届けする朝ラジオを発信しています。家事や片付け、移動中のお供に聞いてください。僕は最近、人生はネタ作りっていう言葉を大事にしていて、なぜかというと、ネタがたくさんある人って、そもそも本人がそれだけ人生豊かに暮らせている証拠だし、あとはたくさんネタがある人ってやっぱり人としての面白さもありますよね。でアイディアがそれだけいっぱい出てくることにもつながるし、あとは一緒にいて楽しい人にもなるし、家族との思い出話にもね、花が咲くし、いいことずくめだと思うんですよ。だから僕の場合、いろんなところに出向いて、いろんな人に会って、いろんな人の話を聞いて、あとはいろんな本読んだり、いろんな映画を見たりとか、そんな風にね、自分の未知の世界だったり、あとはね、毎回このラジオ動画で一つ目のコーナーでやってますけど、グッド&ニューってあるじゃないですか。で、そのニューな体験、自分にとっての新しい体験を増やしていくことによって、いろんなネタが蓄積されていくじゃないですか。経験値も上がっていきますし、だから最近はちょっとね、いろんなネタを増やしていきたいなと思っている今日この頃です。ちなみに皆さんはどんな体験経験してよかったですか？もしよかったらね、コメント欄で教えてください。ということで、皆様はいかがお過ごしでしょうか？皆様の今日一日が良い一日になるように、そして一つでも悩み解決のために行動できるように、いくつかのコーナーを作りました。一つ目のコーナーは、僕やリスナーさんに起こったグッドな出来事、ニューな出来事を朝一番にシェアすることで、片付けや家事、節約、仕事のモチベーションになったり、一日のスタートを前向きに心豊かにする効果があります。もしこの一つ目のコーナー、フリートークを飛ばして本題のコラボ対談を聞きたい方は、下の方に目次、チャプターもついておりますので、本題までスキップしてください。二つ目のコーナーは、ゲストをお招きしてリスナーさんの元気が出るような、今日一日家事やお仕事、育児、節約とか貯蓄とかを頑張れるような対談をできればなと思っています。今日はミニマリスト主婦の顔なしさんをゲストにお招きしています。今回の見どころとしては、その顔なしさんのお宅はお子さんが2人いらっしゃるよう で、しかももともとかなりのお部屋だったそうなんですよね。旦那さんもたくさん物を持っていたようです。ミニマリストな生活を目指すとしたら、かなりハードルの高い状況ですよね。でも顔なしさんはそんな状況でもめげずに片付けを続けてきた結果、今顔なしさんのお部屋は以前に比べるとだいぶね、物も減って、特にキッチン周りやリビングはすごいすっきりしてるんですよ。なので今回は、顔なしさんはどんなところに、ミニマリスト生活のどんなところに惹かれていって、そしてどうやって片付けのモチベーションを保ち続けてきたのかだったり、家族のものはどうしているのか、さらにはもともと浪費癖もあったようなので、その浪費癖をどうやって改善させていったのかなど、いろいろお話を聞いてみたいと思います。他にも、もしこういうコーナーも作ってほしいとか、こういうお話も聞いてみたいなどリクエストがあれば、下の方にコメントください。こちら簡単な僕のプロフィールです。もしご興味ありましたらご覧ください。ということで、まず最初は今日のグッド&ニューのコーナーです。こちらのコーナーでは、リスナーさんや僕のグッドな出来事、ニューな出来事をシェアさせていただきます。毎朝毎日、昨日一日を振り返って、良かった体験、ニューな体験、幸せな出来事を見つけることで振り返ることによって、僕たちの思考や感情を前向きにして、人生の満足度が高まったり、ストレスが軽減したり、幸福度アップなどの効果が期待できます。ぜひ皆さんも昨日一日のグッド&ニュー探してみてください。まず最初にリスナーさんからいただいたグッド&ニューシェアさせていただきます。ヨガの教えに、
三等車、樽を知るというのがあります。たけるさんのお話の中にもありました。欲しがらない、今あることに感謝、そんな心の余裕も欲しいなと思いました。いつもありがとうございます、というお便りコメントですね。ありがとうございます。そう、僕は今でこそやっぱりね、樽を知る、あと小欲知足っていう言葉も大事にしていて、この小欲知足ってどういう意味かっていうと、ないものを求めない、あるものを大事にするというか、今あるもので満足するっていう意味なんですね。でなぜ僕がこの樽を知る小欲知足を大事にするようになったのかというと、もちろんね、若い時はがむしゃらに頑張る、ひたむきに挑戦していくっていう時期も大事だと思うんですけど、まあ、結論から言うとその人生に疲れてしまったんですよ。なんかキリがないなというか、忙しくなるし、体力も消耗するし、ストレスもたまるし、なんかね、せわしない毎日で、まあ、心が豊かじゃないって言ったらあれだけど、まあ、楽しい部分もあったけど、いやなんかキリねえなと。上を見たらもっと自分よりすごい人もいるし、で世間では、人からは、周りからはもっと上を目指せとか、もっと努力しろとか言われるじゃないですか。いや自分頑張ってるよとも思いながら、いやなんかこの人生意味あるのかなってふと思っちゃったんですよ。で、ある段階に達した時に、いやそろっとちょっともう体力的にも限界だし、頑張る生活やめようと。どちらかというと上を見るんじゃなくて足元を見る。幸せって足元にもあるよって言われてるように、その当たり前のことに感謝するというか、なんかそんなに頑張らなくても、多くを求めなくても、まあ、幸せって身近にあるよねと。いろんな幸せあると思うんですけど、もちろん努力の先に得られる幸せもあると思うんですけども、でもなんだろうな、その自分のキャパを超えてまで成し遂げる、手に入れる必要はないと思うんですよね。だから僕は多くを求めず、むしろなんか身の回りにある、身近にある幸せを大事にしたいと思うようになって、例えば高い水準を保つために働くよりも、どちらかというと質素でつつましい生活、周りから見たらね、もしかしたらみすぼらしい生活に見えるかもしれないけど、でもその質素な生活にするからこそ、より自由な時間を楽しめると思うんですよ。僕はそっちの方が圧倒的に豊かさを感じたんですよね。心も穏やかになるし、ストレスもたまらないし、人生を満喫しやすいし、あとは濃い関係、親しい関係、人間付き合いだけになるから、まあ、そういった意味でも楽しい人生にもなったと思うし、あとは一日一日ゆっくり時間が流れていくから、毎日一日一日幸せをかみしめやすくなったかなという実感もあります。もちろんね、時期によっては向き不向きとかもあるかもしれないけど、個人的にはまあそんな風にのんびり暮らす、樽を知る生活の方が、あえて競争社会から卒業するというか、離脱して、頑張る人は頑張ればいいし、僕は僕の行きたいようにマイペースに、後でも出てくるんですけど、亀のようにね、のんびり暮らしても、まあ、それはそれで幸せになれるよなと思って、僕はねそんな風に暮らしています。ということで、ぜひ皆さんもですね、ヨガの教えにも三等車、樽を知るっていう言葉があるそうなので、ぜひ皆さんもね、当たり前のことというか、今幸せなこと、今の生活で何の恩恵を受けているのかっていうのも改めて振り返ってみて、感謝するっていうのもやってみてほしいなと思いました。ということで、改めて今回お便りコメントいただきましたリスナーさん、ありがとうございます。では続いて、僕の簡単なグッド&ニューもご紹介させていただきます。先ほど亀のお話をねちらっとしたと思うんですけど、僕の近所にすごい田んぼが広がってるんですよね。用水路もあったりとかで、今まではなんだろうな、その見て見ぬふりじゃないけど、あ、亀がいるなって感じはしてたんですけど、別に何とも思ってなかったんですよ。普通に田んぼの中で亀が泳いでたりとか、用水路にもたくさん亀がいたりとかするから、あ、亀いるなみたいな感じで見てたんですけども、まあ、さっき言ったその人生はネタ探しっていう言葉を大事にしてるから、亀を見かけるってなんかスピリチュアル的な意味とかなかったっけと思って調べてみたら、そのスピリチュアルの世界において亀は幸運を呼ぶ生き物だと言われているそうなんですよ。だから亀に出会えたら運気アップの可能性が高いみたいなんですよね。そうだから、そういう意味でも、なんかその興味を持ったら調べてみると、あ、亀って幸運の生き物なんだ、
じゃあ見れるとラッキーなんだっていうふうに思うと、いつもね僕散歩の途中で見かけるから亀を見るために嬉しくなるんですよ。だからすごくほっこりするというか豊かな生活になる毎日っていう発見がここ最近の僕のグッド&ニューです。それでは続いて2つ目のコーナーは今日のメインテーマ、ミニマリスト対談のコーナーです。今日はミニマリスト主婦の顔なしさんをゲストにお招きしています。それではどうぞ。顔なしさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、はじめまして、顔なしと申します。主婦ミニマリスト顔なしという YouTube チャンネルでミニマリストさんたちのライフスタイルを取り入れて散らかったお家を片付けていく過程を発信しています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回顔なしさんとは初めてのコラボ対談ということで非常に楽しみにしておりました。早速ですが顔なしさんには僕の朝ラジオ恒例のグッド&ニューをちょっと聞いてみたいんですけども、昨日とか、今日のことでもいいし直近週間良かったこととかニューな体験はありましたか？はい、今日なんですが子供の遠足がありまして、いつもでしたら時間の見通しが甘くてお弁当がギリギリになってしまうんですが、今日は早く起きて取り掛かって、そして探し物もなく余裕を持って子供を送り出すことができたので、それが良かったなと思っています。おー、いいですね。そう、なんか遠足の準備って結構バタバタしそうだけど順調に済んだということで、はい、はい、子供にとってもいいですね。そうですね、いつもバタバタでお弁当ができてないっていう時があるのでよかったです。そう、うちも今1歳で今日も保育園行ってるんですけど、やっぱ朝ってね大変ですからね、身支度が。はい、そうですね。はい、ということで現在は顔なしさん穏やかな気持ちで臨んでいただいているということで、今日いろいろお話聞いていきたいと思います。今回は顔なしさんの、ミニマリストに興味を持ったきっかけだったりとか暮らし方とか、あともともと浪費家だったっていうお話も伺っておりますので、どう改善していったとか、あと習慣のことなどライフスタイル全般気になること深掘っていきたいと思いますので、改めてお願いします。お願いします。それでは早速まず一つ目の質問なんですけども、顔なしさんはなぜミニマリストに興味を持ったのでしょうか？はい、私はミニマリストさんを知るまでは手放す習慣が全くなかったので、買ったものやもらったものを全部持ち続けていて、そしてそれをきれいに収納すべきだと思ってました。なのでこうインスタでおしゃれな家や収納を見たりしていて、でもそんなに予算もないので理想通りに行かずにこう毎日不足感を感じながら生活していたんですが、そんな時にインスタでミニマリストさんを知って、物が少ない空間を見た時に目の前がパッと開けたような感じがして、お金がなくてもこれだったらできそうだしって思えたのと、いらないものは手放していいんだっていうことを知って、こう救われたような気持ちになって、そこからミニマリストになりたいと思うようになりました。確かに収納を買うってなるとお金もかかるし、キリがないけど、ミニマリストさんって物減らすから、あ、これだったらお金なくてもできそうと思うし、あとは顔なしさんの今までの常識が覆ったっていう感じですよね。なんか手放してもいいって思えたことは一歩成長でしたね、そうすると。はい、物欲がこう青天井で、もう買っても買っても満たされなかったので、もうどうしようと思ってたんですけど、こうゴールが見えたので良かったです。そうすると最初ミニマリストさんのお部屋を見た時っていうのは、プラスの印象だった感じですが、ここまで減らせないよっていうよりかは、あ、こんな暮らし目指したいっていうのが最初の印象でした？もうこれが私のこう目指すべきところだっていう感じでした。おー、いいですね。そしたらじゃあ早速そのお部屋を片付け始めるってなったと思うんですけど、どんな手順でお部屋を片付けたとか、何から取り掛かったとかは覚えてますか？YouTube を始めた頃は実はこうバンバン物を
減らしていて、捨てていて、自分の中では1ヶ月ぐらいでミニマリストになる計画だったんですが、私の YouTube を見てくださった方から、こう私がバンバン物を捨てている姿を見て、自分さえ良ければいいのかっていうお声を多くいただきまして、でその時に自分でも、まだ使えるものを捨てていいのかなと考えてしまって、でそこからは場所別に全部物を出して、で使えるものは使い切ったり、あとメルカリやリサイクルショップで売ったり人に譲ったり、でそれでも残ったものを捨てるっていう片付け方をしてきまして、8年かかってるんですけど、あとちょっとで片付くという感じです。なるほど。結構8年っていうと長丁場ですけども、まあ、でもいろいろなあれですね、その経験があって、まあ、最初はバッサバッサ捨ててたけど、まあ、そのいろんな方からのコメントがあり、で使い切れるものは使い切ってで売って、でそれでもなんか例えば値段がつかないとか消費しきれないものは捨てるっていうふうにたどり着いて、もう約8年間手放し続けてきたっていうのは本当にすごいなと思うんですが、実際はその家族持ちの方、リスナーさんたくさんいらっしゃるんですけど、顔なしさんのようにコツコツやっていくことって結構大事ですか、片付けは。いやでもお子さんが小さい方とかだったら、こうもうバッサバッサ捨てた方がお子さんとの時間を大切にできていいのかなとは思います。なるほど、そっか。だからまあこれご家庭にもよるかもしれないですね。いやもう今となって思えばバッサバッサ捨ててたら早くミニマリストさんになって、うんうん、ミニマリストになれて、そうした方がより時間を有効に使えたり、無駄な買い物も減ってたと思うんですけど、なんかもう今となっては趣味みたいになってしまっていて、ちょっとダラダラやっちゃっています。なるほど。確かに、まあ、一気にね半年とか1年とかで片付けられたら、まあ、余った時間で家族と過ごすこともできるし、何かチャレンジしたいことがあればチャレンジできるから、まあ、顔なしさん的にはそっちの方がおすすめだけど、だけど、まあ、顔なしさん趣味になってちょっとダラダラして8年かかってでももう授業終わるっていう感じですね。そうです。なるほど。実際にこの8年間で、まあ、いろんなもの手放してこられたと思うんですけども、手放してよかったものいくつか挙げるとしたら、まあ、何が挙げられますか？高かったけど使ってないものっていうのは手放してよかったなと思っていて、例えば通信講座の教材とかハイブランドのバッグとか、こうボディーラインを整える矯正下着っていうものがあるんですけど、とてもこう高い下着なんですね。でもこう使う機会がなくて押し入れに入れっぱなしになってて、で思い出してはもったいないなとか、どうにかしなきゃいけないなとか思っていて、そういったものを高かったけど手放して良かったなと思ってます。実際この高いものって片付けの時ってなかなか、なんだろうな、その抵抗がある手放すことにだと思うんですけど、実際どう顔なしさん手放せたのか、手放すまでに至ったのかっていう、なんかプロセスみたいなのってありますか？そのお高い下着を捨てた時は、覚えてるのはたけるさんの私 YouTube を見て、そのものは豊かにしてくれますかって問いかけるといいってその YouTube で言われていて、で私もその下着と向き合って、これは私の生活を豊かにしてくれるかなって考えた時に、いやそうじゃないと思えたので、それでこう捨てることにつながったので、たけるさんのおかげです。いやありがたいですね、ありがとうございます。でも確かにね、その、まあ、高かったけど使ってないものもそうだし、まあ、高くなくても使ってないものって、大体その自分たちの家族の生活を豊かにしてないものがほとんどだから、そういったものは手放してもいいよってことですね。はい、ありがとうございます。ちなみにその通信講座の教材とかハイブランドのバッグ、そして矯正下着、高いけど使ってなくて手放したっていうことですけども、その後買い方とか気をつけるようになりましたか、その高額なものは特に。そうですね、なったと思います。通信講座の教材だったら、私はこう届く形のものは合わないんだっていう学びになりましたし、ハイブランドのバッグも
やっぱり自分には合わなかったんだなっていう学びにもなったので、はい、そうですね。だから片付けると、まあ、多少心苦しさとか心が痛むってこともあるかもしれないけど、片付けることによってなんか割り切れて、じゃあ今度から買い物こう気をつけようってなるから、まあ、川梨さんにとってもね、いい学びというか、まあ、それがきっかけでまた浪費癖というか、あの家計も整ったかもしれないですね。はい、ありがとうございます。ではでは続いての質問なんですけども、あの顔なしさんが一番最初片付け始めた時、あの一番最初バッサバッサ手放してたってことですけど、あの旦那さんも結構物が多かったというふうに伺っておりまして、家族の反応最初どうだったのかなと思って。ですね、あのバッサバッサしてる前とかは、あのこう物を右から左に動かしているだけで、あとこう元々の量が多いのに対して減らすものが少なかったりして、最初家族はあの全然私が片付けをしているっていうことに気づいてなかったんですね。で、私の夫は多趣味で、あの買い物も大好きで、で物が多い上に片付けを全然しない人だったので、私の方から YouTube で撮影して、あの出演料をあげるので一緒に片付けをしてほしいっていう風に依頼したんですね。で、それまでこう手放すものなんて一個もないよって、そういう風に言ってた夫だったんですが、部屋から物を全部出して、でいるものから部屋に入れていったら、あ、もうこれはいいかなっていうものが出てきて、でそこから夫も時間があったら部屋の掃除を、あ、掃除じゃない、掃除は全然しないんですけど、片付けをしてくれたり、いらないものをメルカリに出品してくれたりするようになりました。おお、すごい変わりようですね。あのちょっと言い方あれかもしれないけど、お金で釣ったっていういやでも大事ですよね、きっかけって本当大事だから。まあ顔なしさん偶然ね、その時 YouTube やってて出演料上げるから片付けようってなって、でそこきっかけで旦那さんもね、買い物も大好きだし物もたくさんあったけど片付けてくれたってなったら、もう顔なしさんとしてはもうしめしめって感じですよね。はい、もうお金を払う価値があったと思ってます。いや、これいいですね。なんかそれこそ、まあ、YouTube やってない人とかだったら、あの売れるもの売って、で売れたものは全部自分のお小遣いにしていいよとかだったら、ね、やってくれるっていうか、まあ、協力的になる旦那さんとかご家族多いかもしれないですよね。そうですね、やっぱりこう片付けたらどうなるかっていうメリットが分かってないので、もう時間がないからっていう形だったので、で片付けてみたらやっぱりこうちょっと心境の変化みたいなのがあったので、まあ、そこを体験してもらう価値はあるなと 思いました。確かに、ありがとうございます。続いてちょっと聞いてみたいのは、そのご家族と一緒に、まあ、ミニマルな暮らしを目指すというか、まあ、少なからず顔なしさんはそのすっきりしたお部屋を目指しているわけで、なんかそんな中で家族がいるってなると、まあ、なかなか大変なのかなっていうのもあるから、大変な部分もあると思うので、なんかその大変だったエピソードというか顔なしさんの努力をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、どうですかね。まず私のものが めちゃくちゃ多かったの で、私のテリトリーから片付けていったので、なんかそんなに家族はいろいろ言われたりとかもなく、あの私の好きなようにやらせてもらったんですが、さっきもお話ししたように、やっぱり夫に物を減らすメリットを理解してもらうのがやっぱり大変で、毎日のようにメルカリからこう夫が届いたも、あの夫が買ったものが届いたりして、どんどんこう物が増えていってしまって、お金も減るし老後どうなるんだろうと不安に思っていたので、あのまあさっきの片付けを通して夫の変化があったのでよかったなと思ってます。確かに。ちなみに今でこそ旦那さんもともと買い物大好きだった人みたいですけど、今はちょっとは買い物量減ったりとかはしてるんですか。あんまり変わらず、物は減らしてくれたけどっていう感じですか。いやでも前に比べたらやっぱりこう届く物の量が減ったなっていう感じはあります。
いいですね。やっぱりなんだろうな、我が家もそうですけど、僕もあの妻がよく洋服大好きだから、ZOZO タウンからすごい届く、すごいじゃないか、たまに届くたまに届くんですけど、やっぱちょっと気になっちゃいますもんね、目を光らせるというか、あれまた服買ったのみたいな。顔なしさんはやっぱり家族の買い物は気にはなっちゃう感じですか？なんかこう買うものが、こう子供と一緒に遊ぶボードゲームだったりとかして、結構大きかったりするんですよね。でそれをこう遊ばずにまた次のもの買ったりしてるんで、それいつ使うのかなとか、保管場所取るなとかは気になります。確かにね、これ本人のお小遣いとかお金だったらちょっとね、口出すのはうんって思っちゃうけど、まあ、でもやっぱり物が増えるのもうんって本人も思っちゃうし、難しいところですよね。そうですね、私もたまに視聴者さんから、夫の給料で買ったものなんだから、こう夫のものに口出すのはどうかなって言われる時もあるんですけど、私が夫の部屋を掃除して布団を片付けたりしてるので、すごく邪魔なんですよね。だからちょっと口出す権利はあると思っていてちょっと言っちゃったりする時あります。でも大事ですよね、まあ、そこら辺はね、家族でしっかり話し合って、まあ、それこそ何にも片付けてくれない、掃除してくれないだったら、まあ、言う権利は僕は全然あると思いますけどね、まあ、だからそこら辺ちょっと大変ですよね、家族とすっきりしたお部屋で暮らすっていうのはね。そうですね、はい、ありがとうございます。ではでは続いてちょっと聞いてみたいんですけども、その昔の動画を、顔なしさんの動画をよく見てると、やっぱり物が多かったようなんですが、一番原因って何だと思いますか？やっぱりこう物を手放す習慣がなかったので、もうずっと溜め込んでしまったっていうのと、こう買ったら問題が解決すると思って買っているものが結構あって、こう収納を買えば綺麗に見えるとか、雑貨を買えばおしゃれになるとか、こう買って解決しようとしていたので、どん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 物が増えていったんじゃないかなと思います。確かにこういう方多いですよね。そもそも片付けるっていう選択肢がなかったり、あとは収納を買えば、お部屋が片付く、雑貨を買えばおしゃれになるっていう風に思ってお金を払ってどんどん物が増えてもうカオスになっちゃうみたいな。今ではそういう考え方は変わりましたか？はい、収納はもう敵だと思って物を減らしきったらそれに合う収納を買おうって思ってます。そうですね、それが一番ですよね。雑貨に関してはどうですか？昔も僕も、あといろんなミニマリストさんのお話聞いてると、やっぱり昔おしゃれなお部屋にしたくて雑貨を買ってたっていうことですけど、今はその雑貨はどうなったとか、雑貨買うことはあるのかとか、まあ、気をつけてることとかあれば。雑貨はもうほとんど多分メルカリとかで売っていて、逆にこう何もないというか、まあ、こうディズニーが好きなのでディズニーのものはあるんですけど、逆にそれ以外のものはこう何もなくて、観葉植物すらなくて、でもそのこう白い壁とかが見ていて落ち着くなとか思っているので、雑貨を欲しいとは思わなくなりました。いいですね、その辺もじゃあ変化があって、まあ、個人的にはやっぱり物が少ない方がお部屋はおしゃれに見えるんですけど、顔なしさん的には昔の、まあ、収納周り雑貨周りのお部屋と比べて今の方がやっぱりなんか満足感があるというか、おしゃれになった感じはしますか？そうですね、おしゃれかはなんか分かんないんですけどなんかでも前はおしゃれじゃなかったなとは断言できるかなと思います。なるほど、じゃあその辺もちょっとはやっぱりお部屋の捉え方も変わってきたかなって感じですね。はい、ありがとうございます。ではでは続いて、お子様のものに関して、片付けに関しても聞いてみたいんですけど、今お子さんはお二人ですよね？はい、11と小5です。ってなるとやっぱり子どもの物欲だったりとか、まあ、子ども本人の、まあ、お部屋あるか分かんないけど片付け問題ってあるのかなと思いまして、普段片付け整理整頓はどうされてますか、お子さんのものに関して？子どものものは基本的にはこの子供部屋で管理してもらっていて、前はリビングに子供のもの置いてたりしてたんですけど、私もこう子供のものがあったらポイッと子供部屋に持って行って自分たちでどうにかしてっていう形にして、そこからこうリビングが
散らかりにくくなった気がします。そうすると共有スペースは、まあ、家族全員で使うものだから、まあ、そこは個人のものは極力持ち込まないっていうなんかルールというか、なんかそういうのがあるって感じですね。そうですね、私が勝手にそうしていますなるほど、家族とシェアしてるわけではない、顔なしさん独自で各自のものは各自の部屋にポイってやる感じですか。自分のものは自分の部屋がせっかくあるんだから自分で管理してって声かけてます。なるほど。でプラス気になったのは、まあ、子供部屋があるっていうことなんですけど、その子供部屋のものの量とか散らかり具合とかは、まあ、そこは本人の自主性に任せるっていう感じでやってますか。もうちょっと子供、上の子が小学生ぐらいの時からも YouTube してるので、何回か一緒に子供部屋を片付けたりしていて、なので中学校の、お姉ちゃんは自分でこうちょっと散らかったなと思ったらこうなんか物を捨てたりしてるみたいで、下の子はまだ全然ですね、散らかってるので、ね、暇があったら一緒に片付けようよって言ってるような感じです。なるほど。ちなみに下の子はそんな風に片付けようよって言ってどうですか、反応は。めんどくさがってますか。めんどくさがってますね、ゲーム。まあそれがそうですよね、正直なところですよね。はい、お姉ちゃんの方はでもこう片付けたらこう勉強しやすいとか多分メリットを感じていて、多分自分でやってくれてるので、まあ、息子がそんなに子供部屋は使ってないっていうのも関係してると思うんですけど。そういうことですね。いやこれ本当に難しいところで、なんか子供部屋の子供のものって、まあ、大人がお金払ってるとはいえ子供のものだから口出しするのもなと思いつつ、まあ、だからといってね、いいわいいわでお部屋散らかされても嫌だし、掃除するの嫌かもしれないし、ちょっとバランス難しいですよね。そうですね、本当に息子はちょっとどうにかしたいです部屋はいやね、だからまあ性格にもよるのかもしれないけど、でも上のお姉ちゃんはね片付けてくれるのすごくいいなと思いつつ、まあ問題は下の子というかいやだから本当僕の子供もねいつか大きくなった時にどうしようかなって悩むんですけど、まあ、これは親の悩みとしては消えないなって思いましたね。ではでは、じゃあ続いてちょっと質問いきたいと思うんですけど、お子さんの趣味のものとか遊び道具のなんか買い時捨て時ってあったりしますか。もう中1と小5なので買いたいものは自分のお小遣いで好きな時に買ってるんですが、こうお小遣いじゃないこう服とかが今娘は好きなので、それを買う時は買いに行く前にこう一旦服の整理をして、で目的のものを決めてなるべくそれ以外買わないようにしています。なるほど。そう、娘さんとかだとねやっぱおしゃれに目覚め始めると服とか増えやすいですけど、そこはやっぱり整理してから目的のものを決めてから買わせるようにしてるんですね。はい、服がないって言い出して、あこれなんかどっかで聞いたことあるなと思ってよく物が多すぎて服が多すぎて着るのがないって言ってたなと思って自分でも、なのでまあ一旦持ち物を把握しようよっていうことを言うと、あなんかこれに合わせるのがないから買おうとかいう感じですね。確かにそれ大事ですよね。結局服がないんじゃなくて具体的に何がないのかっていうのを、まあ、本人に分からせるのもそうだし、親もしっかり把握しておくって大事だなと思いました、うん、この服に合う洋服がないだったら、あじゃあこのデザイン、この色の顔、このブランドの顔ってはっきりしますもんね。はい、そうですね、いいやり方だなと思いました。ちなみに下の子はどうですか、あれ欲しいこれ欲しいとか、おもちゃとかなんか趣味グッズとか、まあ、洋服もそうかもしれないけど買い時捨て時ってどうですかね。息子は今もうゲームが大好きなので、新しいゲームを買いたいってなったら、もうやらなくなったゲームを売ってその新しいゲームを買うお金の足しにしたりはしています。それは結構最初からうまくいった感じですか。売るのみたいにならなかったですか。はい、夫がまたゲームが大好きで、夫も新しいの買うときは古いの売ってっていう感じなので一緒なんですね一緒で、まあ、でも大事ですね。確かに僕も昔ゲームよくやってましたけど、まあ、やっぱ新しいゲームってちょっと高かったりとかもするから、まあ、古くなってやらなくなったゲーム売って、うん、まあ、数百円でも足しにした方が納得感は確かにあるっちゃありますもんね。そうですね、スイッチの
ゲームソフトとか高いので足しにしてほしいです。なるほど、ありがとうございます。ではでは続いてなんですけども、今でも旦那さんの持ち物っていうのはその出演料を払って片付けてもらってるのか、まあ、今でも定期的に旦那さん本人が自主的に片付けたりとかしてますか？出演料払って今でもすごい払って何回か動画を撮ることもあるんですけど、なかなかこうまとまった休みじゃないと結構まだ物が多くて、それを部屋から一旦出してまた選んでってするのがかなり労力がかかるので、まああまりでき そんなに頻度はできなくて、まあ夫がちょこちょこ自分でやっている感じです。なるほど。ちなみに旦那さんにはお小遣いもあり、その上で出演料払ってる感じですか？そうですね、はい。あ、なるほど、そういうことですね。あれ、もう顔なしさんも結構 YouTube 長かったですよね。何年ぐらいでしたっけ？2020年からしているので、あ、じゃあまあ3年とか4年とか、はいはい。じゃあちょくちょく旦那さんに出演料払いつつお部屋も片付けてもらってお小遣いもあげてるということでね、まあ、でも大事ですからねお部屋を片付けていく上ではね。そうですね、なるほど、はい、ありがとうございます。いい先行投資になってますねではでは、はい、続いての質問なんですけども、まあ、実際もかれこれ8年ぐらいコツコツと片付けてみて、暮らしぶりはどう変化したとか、まあ、良かったこととかはありますか？最近感じていることは、前に比べてお掃除をするようになったなと思っていて、前は物が多すぎてこう床に散らかったもののこう定位置を作りながら掃除機がけとかをするので、1階の掃除機をかけるだけなのに1時間ぐらいかかったりしたりしていて、でも今はこう掃除機がけが2階と合わせて10分もかからないぐらいで終わりますし、こうカウンターとかの拭き掃除もこう物が少ないのでささっとできたり、こうテレビの裏のほこりもこう気になった時にウェーブってい こう掃除道具があるんですけど、それでさっと拭いたりして、汚れやほこりをこう見て見ぬふりをすることがなくなってきたのが変化かなと思います。結構これも大きいですよね。前は1階だけで掃除1時間以上かかってて、で2階も入れたらもっとですもんね。それがもう今や10分、1階2階含めて10分ちょいで終わるっていうのはもうどれぐらいだ、5分の1とかもっとですよね、掃除時間、すごい短縮したらね、他にもやりたいことできるでしょうし、暮らしやすくなりますね。そうすると、そうですね、なんかこう綺麗な状態が続くので、気持ちがいいというか。ちなみに家族からの反応はどうですか？あ、なんかまたお母さん掃除してるとか、お部屋綺麗になったねとか、いい反応ありましたか？そうですね、しょっちゅう友達の、子供の友達が遊びに来て、で子供が帰ってきて、今日綺麗かな、うん綺麗や、綺麗だなとか、あ、なんかちょっとここがあれだから、なんか僕が片付けようみたいな感じで、こう、まあ、綺麗なのが結構当たり前になりつつあって、だからこうリセットした状態というか、物が出たら直すっていうのがこう息子とかが特に、夫と娘は結構散らかすんですけど、息子は結構そういうのが身についてきているなって思います。いいですね。なんか家族それぞれなんか変わってきてるなっていう印象があって、まあ、旦那さんは出演料払って片付けてくれるで、娘さんもまあ勉強しやすいって感じてるから、まあ、ちょっと片付けるようになって、で息子さんは友達が来るときに、はい、まあ、来てくれるだけでもやっぱお母さんというか親としては嬉しいですもんね。お部屋が綺麗だから来てくれるというか、なんかお部屋汚かったら、いやちょっと今汚いから今日やめてとかってなりそうだけど、まあ友達呼んでくれることも嬉しいし、その時にちょっと片付けてくれるっていうのはいいですね。いい変化というか。そうですね、こう来客が怖くなくなったというか、前はこう いつか誰か来たらどうしようって思ってたんですけど、まあ今は誰か来るってなったら、こうトイレきれいかなってパパッとこう掃除して、まあ、そんな感じなので、こういつ来ても、まあ、そんなに怖くないというか、だから子供もこう約束してきたよって言われても、え、今日無理とか言わずに済むので、よかったなと思います。いいですね、もうそれが何よりメリットですね。ありがとうございます。
ではでは続いての質問は、その、まあ、今でこそ、まあ、片付けもうちょっとで終わるってさっきおっしゃってましたけど、顔なしさんなりのおすすめの片付け方とか、あと手放す基準、どういったものは残してどういったものは手放すのかみたいな、なんかそういうのちょっと教えてもらいたいなと思いまして。はい、8年間ぐらい片付けをしてきて、でしかも手放し方が主にこうメルカリとかで売って物を手放してきた私が言うのもなんなんですが、やっぱり捨てた方がいいなって思います。こう私みたいに片付けがもう趣味みたいになっている人はいいかもしれま、知れないんですが、早く片付けたいとか、こうやりたいことに注力したいっていう方は、こうもう一刻も早く不要品を捨てた方がいいなと思っています。なるほど。やっぱりその時間は命じゃないかもしれないけど、まあ、その片付けた後のやりたいことのために、まあ、顔なしさん的には1秒でも早く手放した方がおすすめだよということで、あとは1点聞きたいのは、今でも片付けることがあると思うんですけど、その顔なしさんの残す基準、手放す基準ってありますか？例えば1年間使ってなかったら手放そうとか。そうですね、まあ、思い出のものは買い直しが効かないのでちょっと慎重になっているんですが、こう目に映ってモヤモヤするものはこう目星をつけて、まあ、YouTube に撮りながら手放していくという感じです。そうすると結構 SNS も役に立ってる感じですね。ネタにもなるし、結構はかどる感じですか、 YouTube 撮りながらだと。いやー、なんか撮るからまだ今日はちょっと気分が乗らないから寝ようかな逆効果じゃないですかそれ。大丈夫ですか？いや、ちょっと逆効果かもしれないですね。まあ副業っていう観点でやってる、片付けのモチベーションを上げるっていうよりかは、まあせっかくならね、仕事にもなるし片付けるかみたいなニュアンスですね。そうすると、そうですね、なんかこうもっとこうやる気が出ればいいんですけど、やっぱりこう手放しにくいものがあると、あ、なんかこう視聴者さんどう感じるかなとか、いろいろまた考えてしまったりもして、撮るのがこう苦になったりすることがあります。確かに。でもそりゃそうですよね。8年間片付けてきて、で最初は、ね、多分ゴミとか本当にいらないものがたくさんあったからバッサバッサ捨てられたかもしれないけど、多分今となってはもう迷うものしかなかったりとかね、あんまゴミもたまらないですもんね。そうですね、明らかなゴミは本当にないような感じですね。ってなってきたら、ちょっともう一個ちょっと聞いてみたいのは、昔片付けるときにどういうものを捨てることが多かったかなっていうのを聞いてみたくて。そうですね、なんかあまり基準がないんですけど、一時期こう風の民さんが動画で言われていたやり方とかで、こう全部物を出して、で一番最初明らかな不要品をのけて、その次にこう今度は絶対にいるものを残して、であとグレーゾーンにしておいて、そこをこう時間をかけて見ていくっていうやり方をすることが昔とか結構多かったです。いいですね。なんか基準が特になくても、絶対にいるもの、明らかな不要品で、あとグレーゾーンって、まあ言ってみたら3つ分類分けして、でグレーゾーンに関してはじっくり片付ければいいっていうスタンスは、ちょっとね時間かかるかもしれないけど、でも慎重にもなれるからいいですね、この片付け方。そうですね、だからこう何週かするうちにちょっとずつ片付いていくような感じです。ありがとうございます。ちなみにそのグレーゾーンに入ったものだったりとか、あと当然捨てるかどうか残すかどうか迷うものって出てくるじゃないですか、片付けの時に。なんか手放しにくいものに遭遇した時、迷った時の顔なしさんの対処法ってありますか？もう最近あったのは、その未使用の通信講座の教材がありまして、まあ結局手放したんですけど、こう売れないし、こう未使用でもったいないし、あ、なんでこう使わなかったんだろうっていう後悔の念と、こうお金を無駄にしちゃったなっていう、こう自責の念でかなり手放しにくかったんですけど、こう高い勉強代だと思うようにして、まあ、もうどうあがいても無駄にしたことには変わりないので、勉強代だと思って手放したりしました。確かにこれも大事ですよね。勉強代だと思えば次に生かせばいいって思えるから、まあ、手放しやすくなるというか、まあ、ちょっとなんだろうな、後悔と自責は残るかもしれないけど、でも多少和らぎますもんね、勉強代だと思えば。そうですね、ありがとうございます。
ではでは続いて聞いてみたいのは、さっきちょっと片付けのモチベーションっていう話もあったので聞いてみたいんですけど、普段からできる限り本人の中で片付けのモチベーションを上げるためになんか心がけてきたこと、心がけていることとかってありますか？もう片付けのモチベーションはもうたけるさんの YouTube を見て上げています。ありがたい。あ、そうなんですね。あ、でもミニマリストさんの動画見るとか片付け動画見ると上がるとも言いますもんね。はい、もう私自身がもうミニマリストさんたちの YouTube がもう大好き でその YouTube を聞きながら片付けをしているんですけど、こうちょっとやるのが大事だと思っていて、こう前の私はこう0-100でもうやるかやらないかみたいだったので、こう少し手をつけるっていう意味でこう YouTube をかけてちょっと手を動かすっていう風にして、まあ、やる気を出しているとか。なるほど。でも大事ですね。やっぱやるかやらないかってなっちゃうとやらないことの方が多くなっちゃうけど、ちょっとやるためにミニマリストさんの、その、まあ、動画とか、まあ、インスタグラムのなんかコンテンツとかに触れると、うん、あ、ちょっとやろうってなりますもんね。はい、もうずっと多分すごいたけるさんの YouTube 聞いてます、昔のものから。ありがとうございます。ぜひ皆さんにもリスナーさんの皆さんにもおすすめということで、まあ、片付け動画でも何でもね、普通にこういうトーク番組的なものでも聞くと変わるかもしれないから一回試してみてほしいですね。ではでは続いて聞いてみたいのは、お部屋をすっきりさせる上では片付けだけじゃなくて買い方もちょっと気をつけなきゃいけないところもあるじゃないですか。顔なしさんのお宅で物を増やさないために気をつけてること、普段から気をつけてることとかってあったりしますか？常にこう物は増やさないように意識していて、YouTube 名にミニマリストと入れてなかったら多分このチャンネルはただの片付けチャンネルになっていて、物もいろいろ買い替えたりして全然片付いてなかったと思うんですけど、こう視聴者さんのこうちょっと厳しい目があるからこそ、こう常にこうミニマリストに近づくようにとこう意識していて、たけるさんがよく言われていた随風の法則じゃないですけど、その人のようになりたかったらそういうふうに振る舞うっていうところをちょっと意識したりしているんですけど、まあ、全然物を捨てたりとかは苦手なんですけど。そういうことですね。あえてミニマリストって、まあ、名乗るというかチャンネル名にも記載して、まあ、いい意味で自分を追い込んで片付けるようにしてるみたいな、で物も増やさないように気をつけられるようになったってことですもんね。そうですね、最初は1ヶ月でなるつもりだったんですけど、ちょっと、はい、でもその後やっぱり苦しみましたね。やっぱミニマリストって名乗ることで、はい、ちょっとでももう少ししたらなれるかなと思っているので、はい、なるほど、いいですね。だから本当、まあ私なんかがミニマリスト名乗ってもいいのかって思われる方もいるかもしれないけど、まあそこはなんかあえて名乗って、そのミニマリストだったらこうするなとか、なんだろうな、自分の体の中にインストールするというか、なんか刷り込んでいくと結構変わったりもしますから、そこは結構大事ですよね、ミニマリストって名乗るとか。ちなみに逆にミニマリストを名乗ったことによってなんか物を買うことに罪悪感が出てくるみたいな話もちょくちょく聞きますが、川梨さんはどうですか？まあ、ちょっとあったような気もするんですけど、まあ、最近はそのこうなんか一つ二役みたいな、そのいいものを買おうとか考えるのでそんなに今はないんですけど、前はあったと思います、罪悪感が。うんうん、そこら辺は、まあ、買うにしても一つ二役というか、まあ、多機能なものを選ぶようにしたりとか、まあ、買い方もちょっと変わってきた感じですね、質のいいものというか。そうですね、なんか前はこれ買ったら視聴者さんなんて言うかなとか結構考えてたんですけど、まあ、やっぱ失敗しないとこう買ってみないとわからないことっていうのは結構やっぱりあるので、まあ、そこはしょうがないかなと思って、もう買って合わなかったらこうすぐまあ売れるうちに手放すとか、もうその溜め込まないようにして、ちょっと挑戦はしないとした方がいいかなと思ったりしました。確かにそういうのも大事ですよね。なんか絶対買わないって決めちゃうと逆に苦しくなっちゃうけど、でも買わないとわからない部分もあるから、僕も全然買って失敗して捨てたものもたくさんあるし、まあ、それも一個勉強代だったりとかね、経験として
買ってみるっていうのも大事ですからね。そうですね、はい、ありがとうございます。ではでは続いて、もうじき片付けが終わるということですが、顔なしさんにとってのなんかミニマリスト生活のゴールというか、なんか目標みたいなのってどんな感じなのかなと思って。もうこう必要なものだけある空間で、もう片付けのことは考えなくていい暮らしというか、こう私は結構一つのことしかできないので、こう家の中からまずはこう不要品を出し切って、そしたらこうお料理とかお菓子作りとか片付けのこと一切考えないで没頭したいりしたいなと思います。確かにこれも一個大事 なんか定義になりますね。一切その日常生活で片付けのことが頭をよぎらないというか考えなくていいっていうのは大事かもしれない。だって絶対渋さんとか片付けのこと考えてないですもんね。ねえ、まあ、僕もそうですし、本当物が少なくて必要なものしかないってなったら片付けの彼女も出てこないから、まあ、それが一個顔なしさんにとってのゴールになってると。はい、いいですね、ありがとうございます。ではちょっと質問の趣旨をガラッと変えて、もともと顔なしさん浪費家だったそうですが、どう家計を改善していきましたか？なんかあんまり改善できたという実感はないんですが、まあ、でもミニマリストさんたちに出会えてなかったら、こう浪費が止まらなかったと思いますし、毎日こうお金がないって言っていたと思うので、もう本当にこうミニマリストさんたちに出会えてよかったな、救われたなって思っていて、まあ、そのおかげでこう見栄もあんまり張らなくなった気がするので、まあ、同じ車にもう15年近く乗っていたりするんですけど、こう前だったら買い替えたいなとか、なんかみんな買い替えてるなとか思ったかもしれないので、まあ、そういう意味で浪費が減ったのが家計が改善したことになるかなと思ってます。車に15年ってすごいですよね。10年ぐらいでも結構 長く乗ってるっていう感じですけど。そうですね、なんか周りはどんどん買い替えてて、なんか買い替えないのとか言われるんですけど。でも全然僕も車買うってなったら10年は絶対乗ると思って買いますね。やっぱりお金ももったいないし、そこら辺もやっぱりなんだろうな、浪費癖っていうよりかは1個のものを買ったら長く愛用するっていう買い方に変わってますね。そうですね、こうあとはもうあまり車により他にやりたいことがあるというか、お金かけたいことがはっきりしてきたっていうのもあるかもしれないです。確かにそのお金を使いたいことが明確になるのもね、一つ大事な要素ですね。あと気になったのは、そのミニマリストさんとの出会いで結構浪費もともと止まらなかったけど抑えられるようになったっていうお話もありましたけど、そのミニマリストさんのお話聞くとかコンテンツと触れ合うことによって、お金の使い方を気をつけようってちょっと意識が働く感じですか？そうですね、それもありますし、こう物を減らしていくとこう自分の好きなことがだんだん分かってきて、こう前に比べてこう前はこうあれもこれも手を出していたのが、こう例えばこう家をおしゃれに見せたいと思って雑貨や家具を買っていたのが、こうそれより家族で旅行したいからそっちにお金を使おうとか、まあ、あとはこう前はこう100均に行ってなんかないかなってこう見て回ってたんですけど、まあ、それより長く使えるいいものを買おうと思ってこう事前にリサーチして買うようになって、あ、もうそれはやっぱりそうですね、ミニマリストさんたちの動画が強く影響してると思います。じゃあもうだいぶお金の使い方が変わったということで、まあ、分かりやすく言うと物より経験にお金を回すようになったりとか、あとはあれもこれも買うんじゃなくて、まあ、その少数の大事に使いたい長く使えるものを買うっていう風に結構ガラッと変わった感じですね。はい、そうですね、ありがとうございます。ではでは続いての質問は、お子さんも2人いて結構大変なんじゃないかなと。からなんかその顔なしさんの疲れた時とかストレスが溜まった時どうリフレッシュしているのかっていうのちょっと気になるんですけど、いかがですか？これはもう最近なんですけど、疲れたりこうストレスが溜まった時ほど部屋を片付けたり掃除するようになって、部屋の乱れは心の乱れっていう言葉が最近よく頭に浮かぶんですが、こう部屋を片付けてこうすっきりとした空間を見るとこうそれだけで心が落ち着いてくるというか。そうですね、なので疲れた時ほど体に鞭を打って片付けたり掃除をするようにしています。おー、でもそれも大事ですね。大体疲れてる時ストレスが溜まった時ってお部屋がね
その散らかってたりとか汚かったりとかもするから、うん、やっぱり心の状態、体の状態はその映し鏡になってお部屋に現れるから、そんな時こそちょっときちいかもしれないけど片付ける、掃除するっていうのは顔なしさん的にもおすすめっていう。はい、なんかこう疲れているのに部屋も散らかってると、なんか余計に疲れてしまうので。確かにありますね。そうですね、ちょっと人のこと言えないなって、ちょっとまあちょっとこんな大きいこと言ってよかったかなってちょっと今後悔してますまあでもね、顔なしさんの中でもやっぱ大事にしている習慣ってことですからね。他に例えば掃除とか片付け以外にこういうこと大事にしてるよみたいな習慣ってあったりしますか？もう毎日こう幸せだなって感じるようにしているというか、こう家族と過ごせていることとか、家族が健康なこととか、美味しいものを食べれることとか、こう当たり前だけど当たり前じゃないことをこう意識するようにしていて、こう日常ってこう日常じゃなくなった時にありがたみを感じたり、こう日常に戻りたいって思うと思うので、こう今あるものとか、こう温かい布団で音や匂いを気にせず眠れたりする、そういう何気ないことにこう感謝したり幸せだなって感じるように、こう物を減らしてからなんか自然とそういう風になっていきました。へえ、そうなんですね。だから片付けたら今あるものに目を向けるようになったからなのか、たるを知るようになったからなのか、うん、すごいですね。そうですね、なんかこう前はあれもないとか、家をこう新築してるんですけど、ああすればよかった、こうすればよかったとか思ってたんですけど、なんか物を減らしたらそういうことは全くなくなって、あこう今家でこう過ごせてていい、幸せだなとか、なんかそういう風に感じるようになりました。いいですね。もうこれが本当になんかお部屋を片付けて物も減るけど心が豊かになるゆえんなのかなってちょっと思ったりしましたね、うん、ありがとうございます。あと2つちょっと質問したいと思うんですけども、顔なしさんは YouTube をやられているということで、なんかどんな人に見てもらいたいとかはありますか？やっぱり物が多くて困っている人に見てもらいたいなという思いがあって、こうやっぱり物が多いといろんなところに弊害が出てくると思っていて、まあ、片付けられないに始まり、こう時間に間に合わないとか、そういうことがあると思うんですけど、物を減らしてみると、それはこう自分がこうダメな人間だったからじゃなくて、こう単純にこう自分の管理できる量以上のものを持ってたことが原因だったんじゃないかなと思うようになったので、こう物を減らしたら楽になるとか、こういろんなことが好転していくっていうことを伝えたいなと思っています。ありがとうございます。もうね、いろんなミニマリストさんいますけど、例えばお子さんがいらっしゃる方とか、まあ、ご家族と そのミニマリスト生活目指したいっていう方はね、ぜひ顔なしさんのチャンネル覗いてみてほしいなと思います。では最後の質問なんですけども、今後の顔なしさんのなんかライフプランだったり、なんかこういうこと頑張ってますとか、こういう目標があります、夢がありますみたいなのってあったりしますか？正直にお話しすると、こう明確なものはあまりないんですが、まあ、今後は家の不要品は今年中になくなりそうなので、まあ、今後は持ち物をブラッシュアップしていきたいとか、まあ、YouTube チャンネルは10万人を目指していたりとか、まあ、ゆくゆくは物が多くて困っている人のお役に立てればと思っているんですが、こう何の資格もない私が言っても説得力がないと思うので、整理収納について学ぼうかなとうっすらこう考えています。いいですね。ぜひ今後とも応援させていただきます。ありがとうございます。はい、ということで今日はミニマリスト主婦の顔なしさんをゲストにお招きしました。顔なしさんの SNS のリンク概要欄に貼ってありますので、ぜひリスナーの皆さんご覧ください。改めて顔なしさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の朝ラジオはいかがだったでしょうか？何か参考になったことがあれば一つでも実践してみてください。最後のお知らせです。この朝ラジオでは皆様からのリクエスト、こんなテーマを話してほしいとか、〇〇さんと対談してほしいなど、どしどし受け付けております。そして今回の動画が良かったと感じた方がいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録してくださいますと、僕の発信のモチベーションになりますので、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。良い一日を。